皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではテイルズ・オブ・ゼステリア実況プレイパート11やっていきたいと思います。なんだっけ、ブルード主催に聖水を祀ってもらおう。さっきちょこっと、まあ、ザコと戦ったりして修行したんです。特別レベルとかは上がってないです。あ、そうだ、撮影会でね、修行してる間はこれ戦闘ランク少し上げてました。バレた。いいのか。で、先週ね、こちらの撮影ちょっとお休み したので、なんと1週間ぶりの撮影になり、1週間ぶり ?2 週間ぶりくらいかの撮影になります。これでいいのかな、データ。おお、まさに奇跡の力。我らの存在を全く感じていないようだな。この聖水、心して祀らせていただきます。天族ウーノ様、ふつつか者ですが、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。だが真摯な男のようだな。なんだろう、今体の中を風が通ったような。この町に加護が戻ったのです。私の領域で町を覆った。だが加護を維持するには人々の協力が不可欠だ。ですね。加護を助けるには祈りだけでなく様々な方法があります。例えば？例えば、なるほどね、わかった、やってみるよ。やれやれ、手間がかかるね。私も微力を尽くします。ん？どうした？まだ強い汚れを感じる。そう遠くはない、街中だ。そっちは王宮の？それが天族との会話というものですか？独り言にしか見えませんね。あなたは？ハイランド内務大臣バルトロ閣下の使いです。レディーレイクのために進駆されている同志スレイを私的な食事会にご招待したいと。見張っていたのか、スレイを。とんでもない、驚いていたところですよ。限りなく低いとはいえ、王位継承権を持つハイランド王女が噂の同志と親密なご関係とは。姫様の愛する民衆もさぞや喜ぶことでしょうな。勘繰りだ、そのような。アリシャ、どこに行けばいい？ラウドテブル王宮。わかった、バルトロさんによろしく伝えて。大臣たちには関わらない方がいい。私は彼らから。汚れがある方角っぽいし、ちょうどいいよ。すまない、甘えてしまって。気にしないでいいよ、王宮を見たいってのが本心だから。王宮って初めてだ、案内よろしくね。君にとっては同じなんだな。
リーレイク周辺の加護が復活しました。地の主、解放した地の主がいるエリアのセーブポイントから地の主メニューが使用できるようになりました。解放されたエリア内で行った戦闘で獲得したグレードに応じて加護レベルが上昇します。グレードはセーブポイントに触れると自動で加護レベルの経験値として加算されます。加護レベルを上げることで様々な効果を持つ恩恵を受けることができるようになります。地の主、セーブポイント間移動、触れたことのあるセーブポイント間をガルドを消費して移動できます。恩恵セット、加護レベルに応じた恩恵をセットできます。アイテムを奉納、アイテムを捧げてグレードに変換できます。あ、そういうのがあるんだ。へえ。恩恵、コスト内で地の主の影響エリア内で効果を発揮する恩恵をセットすることができます。加護レベルに応じて恩恵とセット可能なコストが増え、主に戦闘に関係する付加効果を得ることができます。加護レベルは戦闘でグレードを貯めると上昇します。はあ、セーブポイント簡易度、あ、これゼロだったらつけていいじゃん。宝箱復活、すでに開けた宝箱が時間を置くと別のアイテムが、ああ、そういうのがあるんだ。あ、これ、このゲームあれだもんね。宝箱の中身結構ランダムっぽいもんね。つけれるだけつけときましょうか。あ、食べ物系、グレード大きいな。なるほどね。スレイ、周囲を確認してくれ。何？中の。あ、あった。鍵かかってる。じゃあしょうがない。で、王宮に行けばいいと。アリーシャがね、薬品調合でアイテムバンバン作ってくれるから、もう消耗品にね、お金かからなくてすごく助かってます。え？あ、そこ王宮だったんだ。王宮なのにダンジョン扱いだけど。何の真似だ。失礼しました、アリーシャ様。バルトロ様の命は同志スレイをお通しせよとのことでしたから。バルトロ閣下は接客中です。しばし客室でお待ちください。こちらへ。あまりいい扱いを受けてないな、アリーシャ。どこ行けばいいんだ。自分から呼び出しておいて。これでいいのかな。違うか。ここな。なんだ。あ、この人は案内してくれてんの。遅えよ、早くしろよ。しばらくこの部屋でお待ちを。セーブポイントがある。あ、本当だ、血の主メニューが開ける。へえ。とりあえずセーブします。
なんかあんの？あら？違う。お、ディスカバリーラウドテーブル王宮の書棚。すっげえ、本がこんなに。しかし、さすが王宮だね。貴重な本が揃っている。遺跡や歴史の本も多いな。全部読んでみたいけど。あの本、面白そうな題名ですね。クルオシキ愛の叫び、詩集かな。ちょっと読んでみるか。おい、本が浮いて見えるって。大丈夫、アリーシャがカバーしてくれてる。まったく、俺が持つから貸して。なるほど、これは苦しいな。愛と苦悩を叫びながら、青すぎる情熱がほとばしっていますわ。10年後に読み返した作者が、自分のあまりの若さにもだえ回るのが見えるようだ。そういう意味でも苦しいですわね。そう？いいことを言ってると思うけど。え、スレイ、君ってやつは情熱家なんですね。二人の視線、なんか狂おしい。今のうちにゆっくりしておくよ。この後一騒動ありそうだからね。ちょうどいい、ちょうどいい本も揃ってるし。幼い王を擁する大臣たちは煙たがっているんだ。継承順位が低いくせに政治に口を出す私を。すまない、君にまで嫌な思いを。いろいろ抱えてるね。祭りごとに関わる人間は汚れに染まりやすいんですの。みんながアリシャさんのようならいいのですが。本が浮いて、何でもない、忘れてくれ。バルトロ様の準備が整いました。円卓の前どうぞ。姫様はお待ちを。なぜだ。アリーシャ様には別命が下されるとの内示がありました。マーリンドの件か。はい、このままご待機を。わかった。アリーシャ、前からあった仕事の話なんだ。すまないが、私は残るよ。こちらへ。円卓の前ご案内します。ん、アリーシャがパーティーから抜けるってことは、もし今戦闘入ったらだね。汚れが消えないわけだよ。片っ端しか参戦できないじゃん、天族の人。あえてバツボタン押しっぱなしにして歩いて後をついていってみてます。多分先に追い越していってもイベントが進行しないんじゃないかな。ちょっと歩いてくれ。うわ、いかにもな。待たせたな、どうしよう。遠慮なくかけたまえ。毒でも入ってそうだ。心配無用、毒など入っていない。我々は君とお近づきになりたいんだよ。紹介しよう。こちらは軍を統括するマティア軍機大臣、ハイランドの法を司るシモン律令博士、最高位の聖職者ナタエル大司教、そして王の保筆たる内務卿バルトロだ。スレイです。招待してくれてありがとう。俺も話をしたかったんだ。
素直に信じすぎ。度胸があるようだな。それとも単なる愚か者か。おいしいな。アリーシャも一緒ならもっと良かったけど。どういう関係なのだね、アリーシャ殿下とは。友達だよ。俺を外の世界に誘ってくれた。建前はいい。腹を割って話そうじゃないか。スレイさんとアリーシャさんがお互いを利用して何か企んでるのだろうと言っているのですが。アリーシャを利用なんてしないし、同志はそういう存在じゃない。さて、本物の同志など見たことはないのでな。疑われてるね。当然だけど。いいよ、信じられないなら。よくはない。王族が偽同士を使って人気取りをしたとなれば致命的な醜聞だ。脅迫か。証明すればいいのか、本物の同士だって。本物かどうかなどどうでもいい。問題は国民が君を支持し始めている事実だ。民というものは常に劇的な救済を求め、安易に欲望を託すからな。確かに人々の過剰な期待には歴代の同志も苦しんできました。民衆は誠に愚かで低俗。非常に残念だが、これは事実なのだ。しかしだからこそ君の存在が有効となる。俺が？なんで？単刀直入に言おう。我々の配下に入れ、同志スレイ。ハイランドを守護する同志として国民の士気を高揚させてもらいたいのだ。近年災害が続いたせいか、国民に衛生感が広まって困ってるのだよ。まったく愚民どもが。ローランスとの開戦も近いというのに。もちろん十分な礼はする。前金だ。聞くところによると君は遺跡に興味を持っているそうだな。我らの仲間になるなら遺跡探索や記録収集に十分な便宜を図ろうじゃないか。アリーシャ姫に義理立てしても無意味だぞ。かの姫は疫病の町マーリンドに左遷されるのだからな。アリーシャが疫病の町に。強情な騎士姫もあの町で苦労すれば身の程を思い知るでしょう。もっとも本人が疫病にかかればその後悔も役には立たぬでしょうが。悪党どもめ。そういうわけだ。考えるまでもあるまい。断るよ。残念だな。話してわかる人たちじゃなかった。むしろ良かったよ。偽同士風情が後悔するぞ。アリーシャともども潰してくれる。待て。一体どういうことだ。王宮内に武装兵団を配するとは。これはバルトロ様の命で。スレイをどうする気だ。バルトロ卿、兵を引かせろ。王宮の見学は済んだよ。行こう、アリシャ。自分の夢は自分で叶えるよ。俺もアリシャも。ああ、もちろんだ。民を惑わすイカ様同士を成敗いたします。下がらないと怪我をしますぞ。お、暴れていいんすか。連携練習したからね。
と力を抑えないと。そう言われてもいけない。これ以上やったら。この力本物。バルトロ卿、今の騒ぎは忘れる。その代わりもう二度と同志スレイに手出ししないでもらいたい。バカな、放置したら国の治安が。いや、こんなものをローランスレイに利用されてもしたら。国より自分の心配をした方がいい。あんたたちは風の骨暗殺ギルド。そう、こいつは我らをたばかる姫殿下の暗殺を依頼した。バルトル大臣がアリーシャを殺そうとしたっていうのか。な、何よバカな。決まったか、殺すか。やめろ。頼む、やめてくれ。ハイランドに必要なものなのだ。噂通りね。よく聞けバルトロ卿、我らは教授に反する殺しはしない。侮るな。なぜ。大丈夫、殺してないよ。変わった暗殺者だね。王宮にまで忍び込むなんてね。出会い、クセ者だ。やばいぞスレイ。お前たちのおかげで仕事がいいってことね。返礼だ、ついてこい。お、逃げる気出してくれんの。一人セーブします。ワクワクする展開になってきましたが、今回はここで一回区切っておきたいと思います。さあ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 、城の脱出うまくいくんでしょうか。というところでテイルズのデスティリア実況プレイパート11はここまでにさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれなー。